ショートです。これ鈴木が弾いてボールが左中間に転がっていきました。一塁を回った島、うん、そしてそのボールをまた今度はデスパイネが後逸、一番深いところフェンスの手前でボールを取った。さあこれは鈴木教師が手を回した。バックホームは間に合わない。その後はヘッドスライディングでホームイン。完璧に打ち取ってますから ね、ここで一つバウンドが合わなかった。はい、でデスパイネがここへ来てトンネル、ファーストゴロ。おお、ゴメス後ろに反らした。これを手角中三塁回ってホームイン。記録はエラーと出ました。落とすようなそんな難しい打球ではないと思うんですよ。いいですね、はい、初球ファーストゴロ取れない。ライトにボール転がって今日もこの辺りファースト中田翔取れません。おーっと浅村飛んでる。サード正面のゴロでしたが浅村が後逸しました。うとうとうとしてこう結構突っ込みがちだったので、ね、頭の方が三遊間引っ掛けた。三塁抜かれた。ショートも取れない。チーム2本目のヒット。レフト前にこのレフトが今フェスダが転んでいる。その間にクルーズが2塁へ。あ、またこのボールが悪いがこれは自重しました。ツーアウトだ。そうですね、これですよね、はい、これはショートが、まあ、トンネルはしてますけどね。ピッチャーへ、センターへ、勝ち越しのホームイン鳥谷。あ、そして後ろに反らしている。マートンも帰ってくる。新井は三塁まで行く。ゴール帰ってくる。滑り込んだ。ちょっと先っぽですけどね、そうですね、あれがもうちょっと早くなったらショートゴロとかサードゴロになりますけどね、はい、このひじりさーの打球、正面の打球ですからね。そうなんですよね。あー、来た。あー、よっしゃー。